慢性だより。借りやすくなった農業金融、今日はその第2回。お話は農林省農林経済局金融課長の植木達夫さん、聞き手は私、木俣貴子です。前回に引き続いて今回もよろしくお願いいたします。はい、農業金融についてかなりいろいろな改善が行われたようですけれども、その中で農林中央金庫からの直接貸し付けを認めることとしたのはどういう考えからでしょうか。ね、今後の農政の方向といたしまして、生産性の高い規模の大きい農家を育成していくということは一番重要な柱ですけれども、はい、このような農家の育成を農協団体としても金融面から大いにバックアップするような体制をぜひ作っていく必要がある、そういう考え方に基本的に基づいて作られたわけです。はい、農林中央金庫がわざわざ貸さなくても市町村の農協が貸してくれるのではありませんか。このような農家では農業近代化資金を借りるにいたしましても、その他経営資金を借りるにしても、その金額が多額になることが予想されます。はい、しかし一般には農協では特定の農家に多額のお金を特に貸し付けるということは、農協は組合に平等に奉仕するという建前からなかなか難しいわけです。はい、そこでこのような農家に対する大口貸し付けは農協でできないときは県団会の信用農協連合会でやってもらう、そこでもできないときはさらにその上部団体である農林中央金庫でやってもらうというように、農協団体としては万全の備えを取ることとしたわけです。ところが農林中央金庫が貸しと言いましても、個々の農家の実情をあまり知らないわけで、実際にはあまり効果がないのではないでしょうか。確かにそのような心配はあると思います。ね、農家の実情をよく知っているのはやはり何といっても農協ですから、貸し付けにあたっては農協の能力を十分活用することにし、農協に相談に行けば十分なようにしたいと考えています。改善された3つ目の今の保証制度はどのようになっているのですか。農家の方々がお金を借りられるときに担保とか保証人を要求されることはどなたもが経験されていることと思います。そうですね。この場合、これから農業を意欲的にやろうとしてお金を借りに行っても担保がないなどということで借りられないということではいけません。はい、そこでこのような方にもお金が容易に借りられるよう特別な機関が保証してくれる制度を作っております。つまり県や農協などが出資をして農業信用基金協会という特別な保証機関を設けています。この協会が保証人の代わりになってくれるわけです。このような協会が保証してくれれば、農協の方としても担保保証人についてうるさいことを言わないで安心してお金を貸してくれるわけです。それでも基金協会の方ではお金を借りた人が返済をしてくれなくなるということを心配して、なかなか保証してくれないということがあるのではないでしょうか。その点が今回の改善点になるわけです。はい、で基金協会としてはご質問のように保証をするのがどうも危ないということで、保証をしないことがないよう保証に伴う危険を保険につなぐ道を開きました。はい、で今までは農業近代化資金についてはそうした措置が取られていましたけれども、今回農業経営をしていくのに必要となる資金は全て保険につなぐことができるようにしました。このため基金協会としては農家の依頼に応じて円滑に保証してくれるということになると考えています。はい、こうした制度を上手に活用すれば担保それから保証人の問題は随分軽減されますね。ところで基金協会は無料で保証してくれるわけではないでしょうか。もちろん基金協会も収支相次ぐなって経営をしていかなければなりませんから、保証料は取っております。はい、しかし保証に伴う危険を保険につなぐということにいたしましたし、保険料を半分程度安くいたしましたので、保証料の方もかなり安くなるものと思います。具体的な保証料の率は各基金協会ごとに定めておりますから、基金協会にお問い合わせいただければお分かりになるはずです。はい、そういたしますと基金協会の保証を受けたいときは基金協会に行って事務手続きをするわけでしょうか。それは大変なことですから、お金の借り入れ申し込みをするときに保証の申し込み一緒に農協などの金融機関にしていただければ、
農協などの方で万事手続きをやってくれるようにしております。あ、そうですか。お気軽にご相談なさることは必要と思います。はい。おしまいに農林高校資金の、改善についてですけれども、特に総合施設資金についてお伺いしたいんですが、これからの農業の担い手といたしまして、自立経営農家を育成するためいろいろな助成措置が取られておるわけですが、はい、特に金融面からもこれを積極的にバックアップするため、農林高校資金の中に総合施設資金を用意しまして、長期低利な条件で農林高校から融通しております。今までいろいろお話を伺ってまいりましたが、農家の方々も労を厭わず、これらの資金制度を上手に利用することが肝心だということになりますね。ね、そういうことにもなりましょうが、農林省としても制度の運用につきましては万全を期していきたいと考えています。はい、今日はどうもありがとうございました。借りやすくなった農業金融、その第2回、お話は農林省農林経済局金融課長の植木達夫さんでした。では農林省がお送りした農政だよりを終わります。